ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は野村古道作ゼニガタヘイジ鳥物控えよりキケイの豆この作品は昭和22年1947年オール読み物7月号に掲載されました。それでは本文をどうぞ。 第一章親分四谷お市長の小松屋というのをご存じすか聞いたことがあるようだな山手じゃあ武元のうちに数えられているかかなんかだ銭形平次が狭い庭に降りて道楽の植木の世話を焼いていると低い木戸の上にあごをのっけるようにガラッパチの八五郎が声をかけるのでした。 その小松屋の若旦那の十三郎さんを案内してきましたよ。親分にお目にかかってお願い申し上げてることがあるんですって。そういえば、からっぱちの後ろにお町人の若旦那といった若い男がひどく怯えた様子でひょいひょいとおじぎをしているのです。お客様なら大玄関からと言いてえが相変わらずお静がしなたを追っかけて歩くから。 あそこは針板でふさがってるだろうこっちへ通すがいいへは坂時近いざまずっと来たね若旦那遠慮することはねずいっと通ってくださいよ八五郎のひょぼきんなちょぼしに誘われるよぼにみなりの凝った色の浅黒いキリリとした若いのが少し卑屈な態度でおそろおそろ入ってきましたせいぜい 二十歳そこそこでしょうかまだよなれない様子のうちに妙に野手を帯びた荒々しさのある人柄ですあっしは平次だが小松屋の若旦那がどんな用事でこんなところへ来なすったんだ縁側へ席を設けさして平次はタバコ入れを抜きます調子は間違いもなく客を迎えながら目はまだ 庭に並べてある情けない植木鉢に吸いついてその若い芽や膨らんでゆくつぼみをら楽しているのでした「師案に余ってまいりました私の身に大変なことが起こったのでございます」うん「大変なことにもいろいろあるが平治の瞳はようやくこの若い客に戻りました持ち物も身なりも申し分なく 王将人の若旦那ですが物言いや表情や身のこなしに一脈の野手と言おうか洗練を経ない粗雑さの残るのはどうしたことでしょう私は殺されかけているのでございます親分さんそら用意じゃねえな詳しく話してみるがいいがその前におめえさんの身の上を聞いておきてな おめさんは小松屋の若旦那で素直に育ってきた人じゃあるめ昨今田舎から出てきたのかそれともゼニガタ平治の首は難しく傾きます。恐れ入りました親分さん私の身の上には人様が聞いても本当にはしないだろうと思うような大変なことがございますその底変なことから話してもらおうじゃねえか若旦那は 少ししばかりりもじもじておりますそれは容易ならぬ重大事らしく言ったものか言わずに済ましたものかひどく迷っている様子です。言って悪いことなら別に聞こうとは思わねえがいえいいも悪いもございませんみんな申し上げてしまいます親分さんそれが情分別というもんだろう何を隠しましょう私はこの私はつい2年前までは。 両国の橋の下を宿にして使い走りから手間取りたまにはあぶれて人様の袖にすがった情けない宿なしだったのでございます若旦那は思い切った調子でこう打ち明けると懐から手ぬぐいを出して額口の汗なども拭いておりますそりゃまた変わりすぎているじゃねえか平治もつい居住まいを直しました 木戸のところにぼんやり立っている八五郎も辺りに気を配りながら聞き耳を立てている様子です第二章私はどこで生まれて親が何というものかそれも存じませんでした最初は軽ザの南左衛門という親方のところで玉乗りやブランコの稽古をさせられておりましたどうやら一通りの芸を仕込まれると 四つ五つから十四五まで関東から甲州信州へかけて旅から旅と興業を続けておりましたが今から五年前親方の南左衛門が江戸へ出て両国に小屋をかけて興業をした時偽金使いに関わり合って親方の南左衛門は私財一座の者は遠投追放所構えとバラバラになってしまいました。 私はまだ前髪立ちで親方の悪事などは夢にも知らずおかげで罪は免れましたがそのかわり江戸の真ん中へ頼る人もなく放り出されてしまったのでございます。小松屋の若旦那十三郎の話は世にも怪奇を極めます。江戸に知り合いがしとりもなく見せ物や軽業はかまわれたも同様で ほかの一座に割り込むわけにもいかず「よしんばまた私を使ってくれるところがあったにしてもあの仲間に戻るのは私の方でまっぴらごめんだと思いました」「お猿や犬の太夫と同じように食べ物と無知とで鳴らされ命がけの危ない芸刀をさせられるくらいなら私は飢え死にした方がよっぽどましだと思ったのでございます」。 私は何の分別もなく両国の橋の下に潜り込んでしまいました。昼はあっちこっちの小屋へ行って掃除を手伝ったり使い走りに飛んで歩いたり夜は橋の下に帰って同じ宿なしの仲間とむしろを引っ張り合って寝ましたが一年三百六十五日もらいがあって三度のものにありつけるとは限りません。どうかすると二日日も日も三 突きっぱを抱えて往来の人の袖やたもとにもすがらなければならなかったのでございます。こんなことを申し上げるのは本当に恥ずかしいことで身を切られるようにつらいことには違いありませんが近頃の私の身に起こった不思議なことを分かっていただくためにはやはりみんなお話しした上で親分の知恵を拝借するほかはございません。今から2年前 私が十八のの年の春でございました。大棚の番頭さんらしい人が両国の橋の下にいる文吉と名指して訪ねてきてもし忘れましたが私の元の名は文吉でございました。その番頭さんは私を人のいないところへ連れて行っていきなりお前は元南左衛門の軽業小屋にいた文吉にそういないだろうなと。 申します私が「その通りだ。怪しいと思うなら誰にでも聞いてくれ」と申しますと「それでよかった。実はお前の本当の身の上が分かったのだ。まことの親にも引き合わせ拝家の若旦那の身分になぼしてやる。一緒に来いと」とこう夢のようなことを申すのでございます。あまりのことにびっくりしてそんなバカなことがあるものかと申しますと「いや。 ばかかかででないか乗りこんでみれば分かることだどこへ突き出されたって今より悪くなりっこはあるまいから黙って一緒に来るがいいとも申しました後でいろいろ聞いてみると私は四谷お師匠の小松屋の一人息子で十三郎というのだそうですが小さい時悪者にかどわかされて軽業小屋に売られたものらしく今まで 行方がわからなかったがふとしたことから南西門の一座にいた文吉というのがその十三郎に違いないとわかったということでございますもっとも小松屋はその後老いの吉太郎というのを養って後取りということにしておりましたがこの吉太郎が堂楽を覚え散々放落の限りを尽くした挙句感動されて 総集厚木へやられているとも申しましたそれはともかくとして番頭さんは私を連れてすぐ四つ屋お市町の小松屋へ乗り込むのかと思いましたがそうではなくていきなりわらじを履いて小田原へ参りましたそこにはかねて番頭の知り合いのうちがあって小さい旗小屋をしていたのでございます私はその旗小屋に預けられて 一年の間、若旦那らしくなるように収容させられました。第一が言葉から立ち居振る舞い、読み書き、着物の器用、何より大事なことは、二、三年のの天暮らしで、私の体や顔がすっかり日焼けがして、おじき臭くなっているので、それを世間並みの人間らしく戻すには、どうしても一年はかかったのでございます。これで、 どうやらこうやら若旦那らしく見えると折り紙をつけられて今からちょうど一年前私は小松屋へ乗り込んでまいりましたその時はもう小松屋の主人私の父親の一太郎が亡くなって叔父の安兵衛が店を支配し手代小僧を使ってやっておりました私を両国橋の下から拾い上げて小松屋へ連れていったのは 小松屋の番頭の中五郎と申すものでございます。